お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。今日から岐阜 G3 が始まりますのでね、楽しんでいきたいと思っております。予想の方はメンバーシップで出しているんですけれど、今日は岐阜競輪と小田原競輪、佐世保のナイターが準決勝ということになっておりますので、この3会場予想の方を出しております。予想が知りたいなと思われた方はメンバーシップご登録お待ちしております。その予想が当たってるのか外れてるのか知る方法、チャンネル登録をしていただきまして通知ボタンをオンにしてください。そうしますと私が毎日当たったのか外れたのかご報告させていただきます。さあ、それではね、特選どのような並びになっているのか、細切れ戦ということで、9番の境に2番の平原、4番6番、4番の山田洋平に6番の雨竜、5番8番、5番の深谷に8番の小原、それ以外は短期、7番の三谷に3番の姿和道、1番の松浦ということに、ね、なっております。もうこれはね、現代競輪ではあるんですけれど、ライン戦ではないですよねということで、特に特選なんでね、まあ普通だったら5番の深谷が花を切るというふうに考えるのがセオリーなんでしょうけれど、まあ特選だけにね、9番の酒井がかましていくことも十分考えられれば、4番の山田もね、一周ぐらいだったら行ってしまおうかという気にもなってくるということで、予想はかなり困難になってくると。しかもね、1番松浦の出来がよろしくないんで、ここね、乱戦状態になってくると、3番の姿和道にももちろんワンチャンスありますしね、7番の三谷も先手ラインに乗っていって、3番手から虎視眈々とね、感激ついてやろうと、岐阜の長い直線をね、差し足、磨いて待っているということに、ね、なっておりますね。まあ、なかなか難しいと。まあ、その中でもね、かましても、まぐりでも、どちらでもいいのか、できてしまえば5番の深谷というふうに思いましたのでね、まあ、私は5番の深谷から狙っていくんですけれど、5番、8番が 9.4 倍。8番5番が 18.7 倍ということになってますんで、ちょっと長距離もがいてくれればね、8番の大原でさせた時に、まあ 18.7 倍かなり美味しいんじゃないかということで、ここを超集めに行こうと思ってます。あとは5番4番25倍、5番3番がね35倍の5番1番が13倍、5番2番が 13.8 倍ということで、まあ深谷からでもいい配当ですよね。ただし9番の酒井と5番の深谷で叩き合った時ですよね、足を貯めてる選手の一まくりということで、4番のね山田の足がね前走良かったということになりますんでね、抑えは4番の山田から狙っていこうと。そうするともうね、高配当ということになっておりますんで、4番が頭に来てくれれば高配当、2着でも高配当ということになります。この競輪はあまりね、展開予想っていうのがね、かなり複雑と。まあ、ただ逃げるのは5番なのか9番なのかというところなんでしょうけれど、9番の酒井が逃げてもね、今、平原もね、ピリリとしないんですよね。新旧交代の波が来ているんじゃないかということなんで、ネームマリューだけで考えればね、松浦、そして平原、深谷、まあ、この3人に絞られてくるんでしょうけれど、その3人の中のね、2人が、ちょっとピリリとしないということなんで、まあ、今節の動きはどうなのかというのもね、まあ、見る意味でも、この特選、しっかりとね、チェックしていきたいと思います。それでは早速ね、どのような結末を迎えているのか、確認しに行きましょう。スタートです。1番、岐阜、川口誠司。2番、岡山、戸田洋平。3番、宮城の泉圭介。4番埼玉岸澤健太、5番岐阜森川大輔、6番福島の猪狩勇樹、7番愛知の高潔博人、8番東京内藤貴博、9番愛媛吉田智也と中四国最強勢は4番岸澤、8番内藤貴博がラインを形成します。さて号砲が鳴って1番川口誠一が出ていきます。2番の戸田洋平も上昇。さて2番戸田が前を取りに行きました。1番川口、そして4番の岸澤健太が続いています。さらに後方に8番内藤貴博、7番の高潔博人、そして9番吉田智也、5番の森川大輔、6番猪狩勇樹、最後方から3番泉圭介が上昇していく体制となります。
さて2番戸田洋平がまず前を取っている。後方から9番吉田智也が上昇を出す。9番吉田、そして2番戸田洋平と中四国の2人がどうやら前段で結束です。7番高潔がここで3番手まで上昇してきました。1番の川口誠二がマークを取ります。そして5番の森川大輔が続いて長い中ラインが中段に構えていくようです。5番の森川大輔の後方、3番の泉圭介、短期での戦いとなりますが、現在中部勢の後方に回る形です。4番岸澤健太が後方7番手、8番内藤隆弘が続いて最強勢、そしてその最強勢の後方には短期となりました6番猪狩勇樹が続く体制となります。これでラインは3つに分かれました。大中レースの一次予選競争です。さて9番吉田智也が前々から自在に動いていくんでしょうか。2番戸田洋平が続いて中四国の2人が前段の布陣です。そして7番高潔が現在3番手につけました。地元勢を連れてここは切符よく主導権を取っていくのかどうか。その後方には地元岐阜勢、1番川口誠一、5番の森川大輔が続いています。長い中部ラインが中段、その後方には短期となりました3番泉圭介が続いています。後方からの攻めは4番の岸田健太、最強勢、その最強勢が後方から動いてきます。4コーナーから直線コース、レースは多少の周回へと入っていきます。さあ4番岸田が前に出てくる。9番吉田智也ですが下がりました。中段まで下がってくる。7番高潔、現在中段4番手あたり、2コーナーのカーブにかかりました。前で構える4番の岸田健太、ゆっくりと踏み込んでくる7番の高潔ヒロト、まもなく打者を迎えていきます。さあ先手を取ったのは中部勢、7番高潔がこのまま先行体制に入っていくのか。そして現在中段の5番手が4番の岸田健太、9番吉田智也後方の8番手となって、レースはいよいよ最終周回。7番の高潔がこのままペースに持ち込んでいくのが、番手は1番の川口誠一、3番手が5番森川大輔の中部勢がこのままペースを握るのか。さらに後方には短期の3番泉圭介、さらには4番岸田が続いている。後方の8番手からまくってきたのは9番吉田、そして2番の戸田洋平、中四国勢がまくって3番手まで迫ってくる。4コーナーから直線コースに帰ってくる。先頭は7番の高潔、番手から1番の川口誠二。そして2着争いはどうでしょうか。後方からは9番吉田、そして2番戸田と中四国勢のまくりが飛んできましたが、番手から1番の川口誠二が抜け出して1着でゴール線を通過。そして2着争いです。インコースは粘る7番高潔、外を伸びてくるのが5番の森川大輔、ゴールは1番5番7番の体制となっているんでしょうか。赤旗が掲示されました。しばらくお待ちください。さてこのレースは赤旗が上がっているようです。審議 VTR を放映します。3番選手の最終周回第2センター付近における2番選手に対する競争妨害について審議しましたが、押し上げの幅が内外線間の4倍程度以上とは認められないため、失格するまでには至りません。1番岡山山根翔太、2番佐賀山口敦也、3番埼玉一戸康弘、4番大分大野五郎、5番群馬金子慎也、6番愛媛横内博人、7番香川雄介、8番群馬天田祐希、9番福岡北鶴翼。方向がなります。さてやや牽制気味のスタートとなりました。1番の山根が外を牽制しながらゆっくりと前に出る体勢でしょうか。外から8番の天田祐希が上昇していくようです。その後方には3番一戸が続いて、1番の山根が現在3番手、2番山口、さらに後方には4番大野五郎、5番の金子慎也、7番香川雄介、6番の横内博人、最後方で9番北鶴翼が続く体制となっています。これからラインを形成していく第11レースの一次予選、3番の一の辺が前を取る形となりました。後方から上昇しました5番金子慎也がマークを取るようです。8番天田祐希が続いて、東の3名が前段で結束です。1番の山根翔太が中段位置4番手、7番香川雄介がマークを取ります。そして6番横内博人が続いて、中四国ラインが中段に構えていきます。9番北鶴が後方7番手となります。2番山口敦也がマーク戦、そして最後方4番大野五郎が続いて、九州三名後方の布陣となります。これでラインは
3対3対3、ラインは3つに分かれました。第11レースの一次予選競争です。3番の一の日安弘、ここは前々から事前に動いていきそう。マークを取るのは5番の金子真也となります。さらには8番の天田裕樹と群馬勢が続いて、東の3名が前段です。1番山根翔太は中段に構えて現在4番手、7番の川田雄介がマーク戦、そして6番の横内博人と中四国ラインが中段に構えています。そして人気を集める9番北鶴は後方からの攻めとなって現在7番手、その7番手から9番北鶴がゆっくりと動いていきます。3コーナーのカーブに勝って中段4番手あたりまで上昇する9番北鶴翼、前で構える3番の一の日安弘、さて2番手あたりまで9番北鶴上昇してくる4コーナーから直線、レースは多少の周回へと入っていきます。さて3番一の日、9番北鶴並走の形か、突っ張るような体勢で前に出ていく3番一の日、そして9番北鶴現在中段4番手下がりましたが、ここでインをスルスルと救って前に出たのは1番の山根翔太。1番山根が先手を取っていく。3番一の日が現在中段4番手、9番北鶴は後方7番手となって、さあ第2センターのカーブが後方から九州勢が巻き返してくる。9番北鶴が一気に巻き返していった。レースはいよいよ最終周回に入っていく。逃げる1番の山根翔太、ホームからまくってきた9番北鶴翼が一気にまくり切った。先頭は9番の北鶴に勝った。パンクは2番の山口敦也、3番手が4番7番もつれる展開となって第3コーナーの側に勝った。3番の一の日がまくっていった。2番手あたりまでまくっているが、先頭は依然として9番北鶴翼、そして2番山口敦也が続いて直線コース、9番北鶴を押し切ったか。2番の山口が番手から食い下がっていきました。3番一の日もまくってきますが、さてスロー VTR です。粘る9番の北鶴に番手から追い込む2番の山口、さらに7番の香川雄介がその後方に続いていましたが、さて1着争いどうでしょう。9番2番の順でしょうか。1番広島松浦雄一、2番埼玉平原幸太、3番宮城姿和道、4番佐賀山田洋平、5番静岡深谷智弘、6番熊本瓜生高友、7番奈良三谷翔太、8番神奈川小原大輝、9番栃木の酒井陽、号砲が鳴ります。さてまず2番の平原、外からは6番瓜生高友出ていきました。6番瓜生が前を取る形、2番の平原現在2番手でしょうか。その後方に4番山田洋平、8番の小原大輝が続いています。そして上昇していく3番姿和道、後方から5番深山上昇です。これからラインを形成していく第12レースの S 級特選競争です。さて2番の平原が前を取りました。そして後方から上昇したのは9番の酒井陽です。9番酒井が前で構えていくよう、2番の平原幸太がマークを取って、東の2人がまずは前段に構えていきます。7番の三谷翔太、ここは短期の戦いとなりますが、まずは東のラインの3番手からのレースとなっていきそうです。4番山田洋平が中段に構えて4番手、6番の瓜生高友が続いて九州コンビが中段に構えます。その九州コンビの後方には短期となりました3番姿和道が続いてラインを形成する形となります。5番の深谷智弘、後方7番手、8番の小原大輝が続いて難関勢が後方の布陣、そして短期となりました1番松浦雄一は難関勢の後方からレースを進めていきます。さてこれでラインは3対3対33つに分かれる形となりました。第12レースの特選競争です。9番酒井陽が前々からのレース、2番の平原幸太がマーク戦、その東のラインの後方には7番の三谷翔太が続いてラインを形成する形となっています。4番の山田洋平が中段4番手、6番の瓜生高友が続いて九州コンビ、その後方には短期の3番姿和道が続いています。さて後方から難関勢が動いていきました。5番深谷が現在3番手から2番手まで上昇してくる4コーナーから直線コース、レースは多少の周回へと入っていきます。さあ5番深谷がどこから踏み込んでいくのか、5番深谷が踏み込んでくるが前で構える9番酒井陽、さあ5番の深谷智弘が前に出て先行体制に入っていく、1番の
松浦が現在4番であたり、一気に踏み込んできたのは4番の山田洋平、そして6番の宇流高田も九州勢が一気に前に出る形になった。九州コンビが前段、そして5番の深谷が現在3番手になっている。後方から9番坂井洋が巻き返して現在中段5番であたり、レースはいよいよ最終周回に入っていく。逃げるのは4番山田洋平、番手は6番の宇流高田も九州コンビ、ホームからまくっていったのは9番坂井洋、その後方には1番松浦が続いている。さあ現在2番手5番深谷智弘が2番手まで浮上、そこからまくっていく。5番深谷が先頭に勝っている。その後方8番小原大輝が続いて、難関コンビが抜け出す形になって、横を長い直線コース、1番の松浦車体故障、さあゴールは5番8番7番の体勢です。1番松浦雄二車体故障となっています。まもなく審判から正式な発表があると思いますが、さてスロー VTR が出ています。ゴールは赤旗が掲示されました。しばらくお待ちください。お聞きのようにこのレースは赤旗が上がっています。ゴール通過は5番8番7番の体勢と一応はお伝えしておきます。の審議 VTR を放映します。6番選手は最終周回第2コーナー付近において、9番選手を自ら一方的に内外旋回の幅の4倍程度押し上げましたので失格となりました。また最終周回第4コーナー付近における1番選手の自転車故障について1番選手を審議しましたが、自転車故障は内側から6番、3番、1番選手3者並走になった際に相互に接触し発生したもので失格とはなりませんでした。はい、それではね、振り返りの方を行きましょう。ここはね、9番2番で前受けをして、7番の三谷が3番手、4番6番がいて後方から深谷ということでね、ここはまず深谷ラインが抑えに行くのかということですよね。さあそうなってきますと、前で待ち受けております9番の酒井がどうするのかどうかと、1番のね松浦は5番8番の動きに乗っていきますね。3番の姿短期なんですけれど、ここ切り替えるんでしょうか。さあ4番6番の後ろ切り替えずですね、3番のこの辺りのね勝負感というところが、先週間でねどのように働いていくのかと。さあ1番の松浦のところに7番の三谷が割り込んでと、そしてねこれがあるんですよ、特選はまさかの4番の山田洋平のかましですよね。これで深谷が3番手なんですけれど、こっから混戦になってくるんですよね。まず9番仕掛けたところで1番の松浦が2番の平原をどかしましたね。そして9番がまくっていくところ、6番がブロック、これでね結構煽り食らうんですよね。そして1番の松浦ね、もう一度煽りを食らってしまうということで、不運とね、その間に深谷はどんどんまくっていく。今のところですね、あれでこけなかったよかったなというふうに思います。もう深谷もね、あそこからの位置のまくりで、前を走っているね、番手がもう消えてますから、番手まくりを打ったようなね、状態になっていると。1番の松浦、本当ね、こけなくてよかったと。いや、この上またこけてたらね、せっかく体調がね、持ち直そうとしてるところで、もう自転車も担いでのね、通過ですよ。けれどね、通過しておかないと、賞金の方がね、もらえないということでね、明日以降も松浦、頑張ってくれと、いうことにね、なっていきます。今のでね、審議の方はかかります。審議 VTR の方はね、付けておりますので、ご確認してください。1レースから12レースまで荒れたレースはね、オープニングレースだけでしょうか。2車単は2100円、3連単は2万1020円ということで、そして今日のね、12レースはなかなかね、的中するのが難しいんじゃないかということで、12レースね、ちょっとにする代わりに、面白いレースがあるんですよということで、実はね1レースの方の予想をしておりました。1レース穴的中ということでね、あとは6レースから12レースまでいつも通り予想をしまして、全レース的中となっております。小田原競輪の方もね、8レースから12レースまで予想をしまして、全レース的中。
中ということに、ね、なっております。まあ、780円とかのね、2車単は安いなと思われるかもしれませんけれどね、まあ、本線で1500円とか、本線厚めで2530円。まあ、このあたりをね、コツ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 と当て続けていきますと、回収率が、こんなに増えてるのという状態になっていきます。明日もね、メンバーシップで S 級開催は予想の方をかけていきます。最後までご視聴ありがとうございました。また明日の競輪でお会いしましょう。お待ちしております。